はいどうもキャッチミーの高幸です。今日もフットボールマネージャー2020キングカズの挑戦ということでやっていきたいと思います。で今日なんですけど、今日は名古屋グランパス戦と清水エスパルス戦、この2試合をやっていきたいなと思います。でね、まあ名古屋は今結構調子が悪いらしくて、リーグ戦も今14位と順位も低迷しているということで、まあ前回の2試合をね、2対2の引き分けで2試合とも終えてしまったんで、ここは勝っていきたい試合とはなっておりますと。で、ここに勝って、アウェーやけど、清水エスパルス戦。前回のサガン鳥栖戦終わりで、順位を抜かれて、2位3位の直接対決っていう風にはなるんで、ここきっちりと勝利をお届けできたらなと思うんですけど、どうでしょうかっていう感じですね。でも、とりあえず、目の前の一戦ということで、名古屋グランパス戦、ここに勝利することが、まずは重要。というわけで、名古屋戦の直前まで行きたいと思います。はい、名古屋戦の直前、はい、名古屋戦の直前まで来たんですけど、名古屋は、ここ最近の調子が1勝4敗と、確かに不振。まあ、これはね、結構厳しい状況にはなってるんじゃないかなっていう印象はありますね。ただね、こういうチームに弱いのが横浜 FC。前回のね、サガン鳥栖も5連敗中やったんで、公式戦。勝てるかなと思ったけど、後半に追いつかれて、引き分け。で、大分トリニータ戦は5連敗中の相手に3対0で完敗。というあたりね、ちょっと、怖いっちゃ怖いんですけど、ホームなんで、サポーターに勝利を届けていけたらなと思います。で、まあ、チームニュースで中山が出場停止になっちゃったんで、中山の代わりに右サイドを誰か使わないといけないなっていう感じですね。じゃあ、早速、名古屋グランパス戦の方を見ていってもらえたらなと思うんで、名古屋グランパス戦をどうぞ。 J1 リーグ第16節横浜 FC 対名古屋グランパスのハイライトです。まずはホーム横浜 FC のスターティングラインナップ、フォーメーション 4-2-3-1、 ゴールキーパー6ターン、ディフェンス右から井ノ葉、4アピン、田代、武田、ミッドフィルダーセンターに2人、佐藤と中村、ウイング右が松井、左松尾、トップ下に斉藤光輝、フォワード1トップに三浦和義。先制点は多く取れているものの、勝ちきれない試合が続いている横浜、今日はホームで勝ち点3を取ることができるでしょうか。対するアウェー名古屋グランパスのスターティングラインナップ、こちらはフォーメーション 4-3-2-1、 ゴールキーパーランゲラック、ディフェンス右から宮原、中谷、ミグリオリーニ、マテウス、ミッドフィルダーアンカーの位置に稲垣、その前センター2人、米本と清水、さらに前トップ下にも2人、長谷川アリア、ジャスールと阿部、フォワード1トップはジョー。最近の J リーグでは珍しい中央に選手を多く配置するフォーメーションを起用している名古屋、元ブラジル代表のジョーを中心に分厚い攻撃を今日も見せることができるでしょうか。前半13分、横浜右サイドの井ノ葉がドリブルで上がり中へパス、松井が受けて斉藤光輝に渡ると狭いところ強引にシュート、決まった。ディフェンス2人を引きつけて打ったシュートはゴール左上のネットを揺らし、横浜が先制します。前半15分、名古屋の宮原がボールを追いつくものの、ここは松尾がすかさず奪うと、ドリブルでエリア内に入っていきシュート、しかし枠を捉えられず。前半23分、さらに横浜は右サイドでボールを受けるとオーバーラップしていた井ノ葉が上げたクロスボールに松尾が合わせた。ファーサイド一番奥にいた松尾が打点の高いヘディングを決めて2対0、横浜が早くも2点リードを奪います。前半39分、名古屋シミッチのフリーキック、このボールがエリア内でルーズボールになりますが、ジョーがきっちりと落として阿部のシュート、ここはディフェンスブロック。後半18分、左サイドの武田がボールを受けたところを名古屋アーリアが奪っていきます。そしてそのまま左サイドで2人を華麗にかわしてパス、米本に渡ってシュート、ここは6ターンセーブ。後半34分、横浜スローインで松尾がボールを受けると反転してそのままドリブル開始、サイドから中央に向かっていきエリア外からミドルシュート、しかし枠を捉えられず。後半42分、名古屋は左サイドから中央にボールを供給すると前線の山崎がポストプレーからスルーパス、反応したマテウスが受けて最後山崎、しかしゴールを決められず。後半47分、横浜は右サイドでショートパスをつないでスルーパスで井ノ葉が抜け出します。無理せずに落として松井のクロスのこぼれ球に松尾のボレー、しかしここは枠を越えます。そして試合終了、結局前半のゴールが決勝点、名古屋にはほとんどチャンスを作らせることなく2対0のクリーンシートで試合を終えています。はい、というわけで横浜 FC 対名古屋グランパスの試合、2対0で横浜 FC の勝利ということで、いやー斉藤光輝のゴールすごかったね。ど真ん中のあんな狭いところをドリブルでくぐっといって、そのままシュート打ってゴールを決める。いや、うまかったね。まあ、松尾のね、井ノ葉からのクロスのヘッドも、
ドンピシャでめちゃくちゃうまかったものの、斉藤光輝の片鱗がすごかった。で、まあ今回はね、後半に失点することもなく 2-0 できっちりと勝利を収められたというところ、結構良かったんじゃないかなと思います。まあ、シュート本数がね、こういう同点の時って同じくらいになるんですけど、今回は16対4ということで、差ができたかなと思います。この調子で、次の試合は清水エスパルス戦なんで、順位をひっくり返すためにも、まあもしかしたら、ここで清水が引き分けとか負けやったら入れ替わってるんですけど、同じく好調の清水エスパルスということで、きっちりと戦っていけたらなと思います。じゃあ、とりあえず高井城の試合結果見ていきたいなと思います。はい、高井城の試合結果です。セレッソ大阪対大分トリニータ2対1でセレッソ大阪。横浜 F マリノス対コンサドーレ札幌1対1の引き分け。FC 東京対ヴィッセル神戸1対0で FC 東京、川崎フロンターレ対清水エスパルス0対0のスコアレスドロー。お、引き分けたね、エスパルス。そして柏レイソル対ガンバ大阪4対1でガンバ大阪、横浜 FC 対名古屋グランパス2対0で横浜 FC、 湘南ベルマーレ対鹿島アントラーズ1対1の引き分け、ベガルタ仙台対サガン鳥栖2対0でベガルタ仙台。というわけで順位表こんな感じと。まあ1位のコンサドーレは相変わらずって感じなんですけど、清水が引き分けて横浜 FC 勝ったため、また順位が入れ替わった。ずっと4位につけていた神戸が今日負けて、ベガルタがまた勝ったので、ベガルタが4位に上がってきたと。いやー、順位だいぶ混戦やね。極めているっていう感じにはなってきてるんで、結構やっぱ J リーグ面白いね。なんかね、たまにね、一チームがガーンって行っちゃったりするっていう時はこのゲームあるんですけど、今回は結構混戦で進んでるんじゃないかな。まあリアルな方のシーズンもね、川崎フロンターレがめちゃくちゃ勝ってるっていうことで、そう考えたら、まあこのゲーム上もリアル上もそういう時があってもおかしくないんやなーっていう感じはありますね。じゃあとりあえず次、この3位の清水エスパルスとの試合なんで、その直前まで行きたいなと思います。はい、というわけで清水エスパルス戦の直前までやってきたんですけど、チームニュースがすごい大変なことになってるんですよね。まず清水エスパルスからの期限付き移籍のゴールキーパー6端が出場できない。で、センターバック2人、4ワピンと田代が出場停止で、一味が軽い怪我をしちゃって今回出られないって感じなんですけど、まあ、一味のところはカズさんがいるんで、基本的にはカズさんが陣取ってるって感じなんですけど、ここよね、センターバック二人。まあ、イノハは一つ確実やとして、もう一組を誰にするかっていうところ、結構厳しいね。小林、もうちょい頑張って早く戻ってきてくれっていう感じなんですけど、まあまあまあ、ここの一試合は乗り切らなきゃいけない試合っていう感じになりそうですね。で、6ターンが出られないのも結構痛いんよね。南優太とかは最初の方カップ戦出してたんですけど、途中から6ターンにずっと任せてたんで、コンディションがそんなに良くないっていうところを考えたら、キーパーどうやろなっていう感じですね。で、清水エスパルスの方は金子と後藤が怪我で出られないっていうところで、まあ攻撃陣ちょっと不安はあるかなっていうところあるんですけど、まあ調子はね、ここ最近の5試合4勝1分けとめちゃくちゃいいわけで、この怪我があんまり影響していないんかなっていうくらいのレベルで戦ってきてるチームではあるんで、なんとか勝利をもぎ取れたらなと思います。じゃあ清水エスパルス戦の方を見ていってください。どうぞ。 J1 リーグ第17節横浜 FC 対清水エスパルスのハイライトです。まずはホーム清水エスパルスのスターティングラインナップ。フォーメーション 4-3-2-1、 ゴールキーパーネトウォルピー、ディフェンス右からエウシーニョ、ファン速攻岡崎、河合、ミドフィルターセンターに3人、竹内、滝、中村、トップ下の位置に2人、石毛とダネカ、フォワード1トップにカルリーニョス。前節川崎に引き分けて横浜 FC に順位を抜かれて現在3位、2位と3位の直接対決、ホームでゼガヒでも勝利が欲しいところどうでしょうか。対するアウェー横浜 FC のスターティングラインナップ、こちらはフォーメーション 4-2-3-1、 ゴールキーパー南、ディフェンス右からマギーニョ、イノハ、手塚、武田、ミドフィルターセンター2人、瀬古と中村、ウィング右が中山、左斉藤、トップ下にレアンドロドミンゲス、フォワード1トップに三浦和義。ディフェンスラインに多くの出場停止選手を抱えている横浜 FC、 契約の都合上6ターン選手が出られないため南選手がゴールを守ります。
前半12分、横浜は右サイドの中山がドリブルで駆け上がっていきます。エリア深くに持ち込んでクロス、ディフェンス、クリアもサイド攻撃、シュートを決まった。クリアボールのこぼれ球、強烈なシュートは清水のゴールキーパーの手を弾きゴール。横浜が今日も先制点を取ります。前半22分、清水石毛のコーナーキックにダネが、もう一度中村シュート、ここはディフェンス決死のブロック。前半40分、清水中央からのフリーキック合わせたのは中村、しかし枠を捉えられず。後半15分、清水またも石毛のフリーキックから合わせたのはカルリーニョス、しかしこれはポスト、ゴールとはなりません。後半34分、武田が中へ入れたボールを清水の滝がカット、前線へのボールをカルリーニョスが受けて横のドゥトラへパス、そしてシュート、ここは枠を捉えられず。そして試合終了、両者膠着した試合展開でしたが、前半の最初の斉藤光輝が決めたゴールを守りきった横浜が勝利、上位対決を制しています。はい、というわけで清水エスパルス対横浜 FC の試合、1対0で横浜 FC の勝利ということで、いやー、この直接対決勝てたのはでかいね。斉藤光輝が相手のクリアボールのこぼれ球をきっちりと奪ってゴールを決める、そしてその1点を守りきった横浜 FC の勝利ということで、よかったね。本当に、なんか拮抗しすぎてて、どの選手変えようっていう感じになってて、でまあ極端に体力の減ってた中村俊輔と斉藤光輝、この2人だけ変えて、あとはもうスタメンのメンバーに任せるかみたいな感じでやってて、なんで交代枠久しぶりに2枚しか使ってないんですよね。まあそのおかげでちょっと井ノ原とか武田とかその辺がだいぶスタミナ消費されてるっちゃされてるんですけど、 1-0 クリーンシートで試合を終わらせてくれたディフェンス陣には本当に拍手ですね。ゴールキーパーもね、南優太久しぶりに出たと思うけど、きっちりとゴール守ってくれて、40歳超えてるけど衰えを感じないゴールキーピングを見せてくれましたね。じゃあちょっと他会場の試合結果見ていきたいなと思います。はい、他会場の試合結果です。鹿島アントラーズ対セレッソ大阪、2対0で鹿島アントラーズ。コンサドーレ札幌対柏レイソルが0対0のスコアレスドロー。ガンバ大阪対湘南ベルマーレ2対1でガンバ大阪。名古屋グランパス対浦和レッズ2対1で浦和レッズ。清水エスパルス対横浜 FC 1対0で横浜 FC。 サガントス対 FC 東京1対0で FC 東京。サンフレッチェ広島対川崎フロンターレ2対1でサンフレッチェ広島。大分トリニータ対横浜 F マリノス2対0で横浜 F マリノス。ヴィッセル神戸対ベガルタ仙台2対0でベガルタ仙台。ということで順位表がこんな感じと、1位のコンサドーレ札幌が引き分けて、横浜 FC が清水エスパルスに勝ったっていうことで、勝ち点差がなくなりました。勝ち点34で、まあ、得失点差1差でコンサドーレが1位、そして横浜 FC が2位と。で、連勝を重ねているベガルタ仙台が3位まで浮上してきましたね。で、清水エスパルス4位。直前まで4位にいたヴィッセル神戸はもう7位まで下がったね。いやー、結構厳しい戦いを強いられてるね、ヴィッセルは。最初の方はだいぶ調子良かったイメージやったけど、まあ、ここに来てちょっとブレーキかなっていう感じですね。ただね、ヴィッセルのすごいところはね、8勝2分7敗で、引き分けが極端に少ないんですよね。引き分けが少ないイコール勝ち点を取るか取られるかの二択なんで、稼ぎやすいっちゃ稼ぎやすいっていうところ、ヴィッセルが上位にいる秘訣かなと思いますね。で、まあ今回2試合終わらして日程の方に戻るんですけど、名古屋グランパスに2対0で勝利、清水エスパルスに1対0の勝利ということで、まあ2試合とも勝利で終わらせることができて、ここ最近の5試合を3勝2分けと、また無敗の状態にできたというところ、結構良かったんじゃないかなと思います。そしてね、次の試合が J1 リーグの柏レイソル戦と、リーグカップのプレーオフ第1試合浦和レッズ戦、両方ともホームということで、特にね、浦和レッズ戦の方に関しては、まあ、ホームアンドアウェイということでアウェイゴールとかもあると思うんで、ここきっちりと0で抑えて複数得点取って、第2試合のアウェイに万全の状態で乗り込むためにも、次のパートを頑張っていきたいなと思います。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。